モーリーはアメリカ海軍のグリッドレイ級駆逐艦。艦名はマシュー・フォンテーン・モーリーにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。1936年3月24日にカリフォルニア州のベスレヘム造船サンフランシスコ工場にて寄港、気候、1938年2月14日、浸水、1938年8月5日に収益し、 エドワード・エム・トンプソン少佐が指揮を取った。モーリーは速度試験にて42.8ノットに到達し、設計速度である36.5ノットを大きく上回った。これは米海軍の駆逐艦がそれまでに達成した最高速度であった。モーリーは真珠湾攻撃の知らせを受けた際、エンタープライズの第8任務部隊に所属し、ウェイク島から真珠湾に向かって航行していた。 1941年の残りの間、モーリーはエンタープライズの護衛のため、ハワイ地域に留まった。1942年の初め、モーリーはエンタープライズ及び、ヨークタウンと共に、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲に参加、2月1日に攻撃を行い2月5日に、真珠湾に戻った。2月15日、第16任務部隊に編成され、ウェイク島の攻撃に、 参加、3月10日に、オアフ島に戻った。モーリーは4月まで対潜水艦及び対空演習を実施し、紹介任務を務めた。4月30日、モーリーは35回海戦にてヨークタウンとレキシントンを支援し、6月2日には第17任務部隊と合流、ミッドウェイ海戦に参加した。ミッドウェイ海戦では、アメリカ軍はハムマン及びヨークタウンを失うが、 日本軍の空母4隻と巡洋艦を沈めた。ミッドウェー海戦の後、部隊は新珠湾に1ヶ月滞在した後、再び南太平洋に向けて出港、トンガを経由してソロモン諸島に向かい、ガダルカナル島の戦いに参加した。モーリーはその間エンタープライズの護衛を務めたが、8月24日と25日の第二次ソロモン海戦にてエンタープライズなどが、 大きな被害を受け、第16任務部隊はトンガへ退避した後に、真珠湾に戻った。モーリーは10月26日に、南太平洋海戦に参加。この戦闘で、ホーネットが失われた。モーリーは、その後10ヶ月を、駆逐艦第11師団に所属し、ソロモン海域にて、対戦小会と空母及び、護送船団の護衛に行った。 1943年8月6から7日のベラワン野戦では、フレデリック・ムース・ブラガー隊の第31.2人部部軍に配属され、ダンラップ及びクレーブンと共に日本の駆逐艦を来撃し、甲風、萩風、アラを撃沈した。モーリーはサンペドロにて整備を行った後、第52任務部隊に配属され、ギルバート諸島を気候空戦に参加した。 1944年初頭、モーリーは第58任務部隊に加わり、エニウェトクの戦いにてクルボを護衛し、3月30日から4月1日に、かけてのパラオ、ヤップ島、ウルシー干渉、ウォレアイ干渉での攻撃に参加した。4月22日には、ホーランジアの戦いを支援し、1944年4月29日から5月1日まで、ポンペイ島、 サタワン干渉、中区諸島を攻撃した。モーリーは6月4日にマリアナ沖海戦に参加。7月4日に伊シ島を攻撃した後、マリアナ諸島まで交代し、7月21日と24日に、それぞれグアムとテニアン島への上陸を支援した。10月には、レーテ沖海戦に参加。その後フィリピンの戦いでは、沿岸にお岬にて、日本軍と交戦した。 11月はほとんどを冷テシマとサマール島での作戦を支援するためにフィリピン東部の海域を巡航した。その後、第77.4任務軍に配属され、1944年12月27日にルソン島の戦いに参加するため出港した。1月中旬に誤送船団の護衛として、第78.12任務軍に所属し、 月末に第77任務部隊に再加入し、1945年2月10日まで、リンガエン湾とその周辺を紹介した。モーリーは2月16日に、ウルシー艦省へ戻り、戦艦ミッシュシッピをハワイまで護衛するため航行し、1945年4月3日に、真珠湾に入港した。1945年10月19日に、退役。 1946年6月13日に売却された。モーリーは第二次世界大戦中の功績により16個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。